サブチャンネル。はい、ということで皆さんに今日は報告がありました。コーラ飲んじゃいました。ウスです。まあみんなね、これうわ、あのーってめっちゃ言うな。編集めっちゃめんどくさいね。ごめんごめん、でもサブちゃんから編集ね。あれ何やったっけ、ゆいら、ちょっとうるさいって。ちょっとあんのいもちゃうねん。お前な、早くで。お前ツッコミできてないで。お前多分だからボケの方やねん、やっぱり。じゃあお前もツッコミしろよ。わかった、頭良くなるわ、なんでやねん。大きい、うるさ、ほんまに頭痛いわ。チューしよう。無理やって、もうキモいね。ほんで、あのこちょ、もう入らしてや、話題に。ほんで、もうメインちゃうねん。サブの方が重なってんねん。あるよな、生徒会長。あんたらちゃんとしてよ。違う、もう廃用してって。あのさ、ちょ、もう廃用して、ほんまに。ごめんなさいね、ほんま、すいません。3年前に、ちょ、もう廃用廃出してや。なんで、それサブなんてわかるやん。何を、じゃあもうわかってる、まあまあいいやいいや。ほんなら3年前からね、ハムスター飼ってて、ハムスターがちょっと、まあ、天国行っちゃったんですね。で、まあ、それ、未だに聞かれるんですよ。プー元気ですかみたいな。で、まあ、ストーリーに変えたいけどなとか思いつつ、そう、3年前のハムスターはもうちょっといなくなってしまったんですけど、そこからずっとハムスター欲しいなとは思ってたけど、でも、まあ、まあ、引きずるから家、そう、引きずっとってずっと。でも、その初めて飼った、そのペットっていう、私、今まで飼ったことなかった。リーちゃんの前に飼ったもんな。そうそう、だからもうすっごい思い入れがあって、そら、リーちゃんも、そう、ありますよ。あるけど、うん、やっぱプーはプーですごい、思い入れがあって、もうめっちゃ最後の最後までもう泣いてたぐらいやばかって、もう人生でハムスターはもうって思っとって、うん、でも欲しい欲しいみたいな。そう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 、でちょっと行き違いがあって2年ぐらい買わなかったんですけど、うん、そう、まあ、でも何回か見に行っとってな、その2年の間に。もうそう、もう多分リアル 2,30 回見に行ったよな。見に行ってると思う、多分。でもやっぱりやめとこうっていうか、こうなんかこうなんかその動物見た時に、リーちゃんもそうやねんけど、飼いたいと思って行ってなくて、飼いたいって欲しいとは思ってたけど、行った時に、え、この子がいい絶対みたいなのがあってんな、この子やみたいな。なんか動物って結構そういうのあるって言うやん。でハムスターを見に行っとったけど、みたいな感じあって、ついに飼っちゃいました。見せたいと思います。よいしょ。じゃあ飼っちゃいました、こちらです。じゃんじゃじゃん、めっちゃ気持ち入ってる。ププちゃんです。名前ププにしました。かわいい。で、まだなんですぐ動画出せへんかったかって言ったら、まあ、家に来て1週間ぐらいは触らんと慣れさせとかなあかんっていうことやったから、まあ、やっと今2週間ぐらいかな、ちょうどな。だからもう触ってもいいっていうか、やってもいいよみたいな感じで。めっちゃ可愛いね、動画分かってんねん絶対。そう、ほんで今見てる感じね、めっちゃ可愛いない、出てきたやん、可愛い。あ、隠れた。おい、お前の頭で見えへん、後頭部。かわいいね。だから軽く触ったりとかしてます。間違えて噛んだりとかするからね。でもユイの多分餌やと思ってる。いた。いやガムって噛むから。かわいい、マジで。めっちゃかわいいな、ハムスターってほんま癒される。ほんでな、こんだけもっとちっちゃかったのにもっと蓋なってんねんて。ご飯食べるから見といてね。はいはい。あ、え、いらんじゃん、いらん。あ、戻ってた多分な、ちょっとシャイやねんな。あ、食べて見てかわいいね、めっちゃ。リーちゃんも多分分かってんねんな。ほんでリーちゃん、プープの存在わかる？少しじゃ誰が振ってよ、たまらん。めっちゃ可愛いな、この瞬間あんま撮られへんけどな。いつも隠れるから、ケツ向こうにして。めっちゃ可愛い。やばい、めっちゃ可愛い。リーちゃんも多分もう分かってんねん、ハムスターな。リーちゃんあんまり出へんもんな、動画。でもなんかさ、リーちゃんさ、プーの時さ、なんかよくケージ？もうそう、ケージの下にな、座ってお座りして見てたよ。リーちゃん見て。でもなんかあんまり大きい動物がおるっていうのはハムスターが分かったらストレス抱えるとか言うから、うん、やねんけど。かわいいね、兄ちゃん。興味持てへんの、自分が一番。たまに掃除するときこういう丸いボールにプップを入れてやんねんけど、その時もリーちゃんな、近づかへんねんな、うん、あんまり遠慮しがち。こちらの方来てる来てる、
ほんまに癒されますね、動物って。一個言えることは、こいつバリバリうんこまん、うんこバリする、えぐいなんか一回、一粒の多分餌に7、8個ぐらいすんちゃんってぐらいしてる、うん、だってその掃除してる掃除してる間もさ、その丸に入れてるとこでもなんか4、5個するよね、うん、兄ちゃんどうしたの、何を分かってたの。そうね、犬、最近リーちゃんもさ、なんかお風呂入れるのにめっちゃおすすめのバスみたいなできてな、新発売みたいな、ぬくもりんみたいなやつ、ぬくりんやろ、ぬくりんのやつめっちゃいい、めっちゃいい、あれを10分間使わせてたら、そう、リーちゃんも寒いからな、使ってんねん、めちゃくちゃいい匂いする。リーちゃんでもあんま犬って、その家にリーちゃんしか飼ったことないから分からへん、家族も飼ってなかったからさ、嫌がるもんな、お風呂とかって。いや嫌がるとか言うから、リーちゃんめっちゃ好きやもんな、自ら行くの。でもでかくなりましたよね、リーも、思いません、ほら、こんなんやったからな、何ここにおるやん、リーちゃん見てみ。でもリーはな、ユイは一番に見てほしいって思ってんの、リーは多分な、うわ、おー、あかん、危ない危ない、リー、でもほんまにユイはこっちばっか行ったら嫌やでって言ってんねん。ああ、言ってんかな、見えるかな、いいんじゃん、丸なってるわ、もう魚もおるし、ハムスターもおるし、犬もおるし、いや、で癒されんねん、やっぱり動物って、かわいい、うん、そうっていうハムスターがいますっていう報告でした。あかんや、そんなしたら優しくしてんやん、確かに。あ、でもみんな知らないですよね、いや、45、これ30ml のもともと水槽買っとったんやけど、45に変えてんな、そう、45の水槽を見せたいと思います。みんなに見せてない、いった、みんなに見せてなかったですよね、これです、45リットルの水槽、サンゴもいます。今魚おらんな、どこ行ったんやろ、寝てるんかな、もう、うん、時間的に。そう、45リットルの水槽を買ってますっていうことで、まあ家族が増えましたっていうご報告でした。サムネ撮りましょうか、じゃあ。じゃあサムネ撮ると、サムネ動画知りましょう。じゃあランとリア、ユイ撮ったるわ、いいじゃん、プープーはプープーふっと太い、プープー、まあいいや、この状態で撮るか、じゃあリーちゃんと一緒に、はい、チーズ、リーちゃん、かわいい、はい、チーズ、かわいい、リーちゃん、かわいい、かわいい、リー、お座りは伏せして、伏せ、リー、おじいちゃんみたいになってるけど、めっちゃかわいい、かわいい、フーチだけしちょっと口臭いのはしゃあないな、それはいい匂いやな、めっちゃいい匂い、リマジヌクリン買った方がいい、みんなローズとなんか森の匂いみたいな、めっちゃかわいい、見てほら、はい、ということで皆さん、またストーリーとかにも貼りたいと思いますので、じいちゃんとププでした。じゃあね、バイバーイ。